900目標でやっているので、はい、どうだったか現状の勉強は、はいはい、どういう風に結果は始めました森哲ちゃんです。さあ今回ですね、はい、トイックプロジェクトもう卒業生でしたっけ卒業生なんですけど、はい、一応そうですね、まあ一応800点以下でって募集したんですけど募集時は800点以下だったけど800超えちゃったっていうですね、はい、はい、田中さんで田中です、はい、お願いします。じゃあ10月の、はい、10月、はい、トイックですね、いよいよ、はい、これですね、900目標でやっているので、はい、さあどうだったか、はい、勉強はあのオーディション後どんな感じで。そうですね、正直、うん、まあ、そんなにコミットはできてないかなっていうのはあります。あ、なるほどね、あれそれ前のやつでしょ。あ、これ前です。じゃあちょっと前のじゃあ820の時の、はい、前のやつ、はい、これですね、いますけど820はこんな感じですね、はい、430点390点で820と、はい、うん、全然悪くないですねまあむしろいい感じで、アビメを見ると、あー短い会話は平均いってない、うん、平均いってないね。だからパート2でしょうね、はい、1番目と5番目が低いんでパート2の変化球が低い、はい、ワンツーの直接的なのはできてて、3、4もそうですね、はい、でリーディングの方が、あー7ですね、やっぱり低いのが、推測も低いし、はい、具体的な情報も低い、はい、照らし合わせが意外と高いので合意文法、あ、文法はまあ89、もうちょっと伸ばせます、はい、文法は、はい、そんな感じだったわけです、はい、そっからどう上がったかですね、はい、どの程度上がったのかいきましょう、はいはい、ここからここの間は何の勉強しました。ここからここの間は、うん、まず時間が足りないんですよ、うん、自分の場合、うん、ここは確か塗り絵16とか7とか、そんなにしてたんだ、はい、なるほどね、してとりあえずちょっとパート7だけやろうと思って、うん、パート7だけやった結果ですね。なるほど、まあ7だけって、まあ、前のね動画にも出したんですけど、はい、実は56ちゃんとやった方がいいっていう、ね、56の速度を上げた方がいいっていう時もありますからね、はい、はい、ちょっと開けてください。僕が開けるとまた言われるんで、そんな言われますか、また開けやがって他人のって言われるんで全然気にしないですよはい、はい、じゃあ行きます。ちょっとこれね、パート7だけの新しいの出ますんで2月6日に発売されますで午前午後どっち。午後ですね。というか307回ですね、はい、第307回の公開テストの結果は、はい、775点です、ね、ああなるほど、下がった。なるほど、企画への何挑戦権を得たみたいになってますけどいやリスニングがだいぶ385だから、あーやっぱそうなんです、やっぱリスニングが下がってる、やっぱそんな感じします。難しかったパート2が、うん、本当1個聞こえないのがあったんですよ、うん、やばいってなって、うん、で一応プレッシャーあるじゃないですか、はい、オーディション出てるっていう、うん、でなんか結構変な冷や汗とか出ちゃってうやばいってなって連続で聞けなくなっちゃってこうやって考えると坂上さんでしたっけ、うん、坂上さんとか、トイックなんて何回でも受けられるわけじゃないですか、はい、一発勝負のあの試験で、うん、多分プレッシャーあったと思うんですよ、うん、それで成し遂げてるってすごいなと思って。そう大学の受験の方はねそうですね、7757個、はい、ということで下がりました。っていうかリスニングの方がリーディングを下回っちゃってるっていうのはやばいですね今日はちょっとアビメ分析していきましょう、はい、775、これまあ800超えないで悩んでる方ですね、参考にしていただければと思いますがとまず最初のところが75で上がってはいるね。え、これパート2ですか。そう、パート1、2、あれ上がってはいます、前よりも正答率が上がっております。だから下がっているのは長めではやっぱり、ということでパート3、4が下がってますね。3、4で取れてないかな。でどれもまあ平均、微妙に平均超えててまあただやっぱ遠回しが弱いですね。だパート2の変化球問題と、はい、あとは多分パート3、4の糸問題も落としてますね、この、ね、この割合を見るからには。なんでまあまあアビメの見方に関しては動画出てますので、はい、そちら参考にしてもらえればいいと思うんですが、はいはいはい、そこが下がってるな。うん、じゃあ続いてリーディング見ますね、はい、そっか、これは見せるの忘れてたけど、まあいいや、はい、写真で載っけましょう。リーディングはまあこれもなるほどって感じだな。おしなべてなんか超苦手はないけど、でパート7にどれぐらい時間使ったとかはパート5、6が終わった、うん、多分残り50分ぐらい残してパート7に、うん、まあじゃあそれはもう遅いわけだった気がしますね、はい、50じゃダメですね、
のこと、はい、残しておかないときつい、終わらないね。だからまず推測が平均59で76か、それは上がってるんだ。で文章中の具体的な情報っていうのが67で、これが下がってるか、ちょっとパーセンテージとしては、うん、はい、で次が照らし合わせが80でちょっと下がってるか、まあほぼほぼ同じってことですね、変わってない、うん、で合意が91で下がってで、はい、で文法が90でちょっと上がってる、だから変わってないですね、ほぼほぼ同じ実力が変わってないから390で、まあ同じ390点だもんね、はい、同じ390点ですから、やっぱり実力はほぼほぼ変わってないという、はい、そういう結果になりました、はい、なんでじゃあどう上げるかをちょっとね話していかなきゃいけないですね、はい、じゃあその現状の勉強は、はいはい、どういう風にやったんですか。勉強オーディションからこの10月23日までの間は本当にもう長文読むだけですね。長文読む、あーパート7の何やった、参考書とか公式問題集の7、うん、あの水色のやつ 7かな、うん、7と8ですね、まあ紫色8、ね、はい、7、8の A パート7だけやったってこと。前解いたのがあったんですよ、うん、で解き直しをひたすら、うんうん、いっぱい手つけよりもそれやった方がいいかなと思って、うん、7、8をやりで、あと生成模試っていうのがあって、うん、あるある、それのリーディングパートのパート7をやってました。生鮮文集の何巻、ちょっと2か3か、緑色の、うん、で7だけをやったってことですね、はい、でリスニングは流し行きというか、うん、移動の間とかにずっと聞いてて、うんうん、座って勉強とかしてないですね。ああそうなんだ、いやしなきゃダメでしょこれ、どう考えてもリスニングの方がやばいですね、はい、圧倒的にやばいのでそっちをやらないといけないと思うんですね、はい、え他今まで単語とかは、単語は正直もう10ヶ月ぐらい触れてないですね。あ、そうなんだ、はい、いえ、それ多分まずいですよね、うん、多分単語力落ちてると思いますね、はい、これを見る限りリスニングの聞こえてるものも少なくなって、今まではリスニング何やってた。リスニングは筋フレ、はいはいはい、筋フレやっぱりと、あと菊単の990から、菊単ね、はいはいはい、はい、やってました。なるほど、そうか、900目標だもんね。リスニングはほぼ満点近く取ってほしいですね、はい、やっぱりそれが欲しいので470、80欲しいです、はい、470、80があればリーディングはそんなに高くなくても、はい、とまあ、そんなに高くって言ってもそんな言っても430とか420必要なんですけど、はい、それで取れると思うので、はい、ここがまあ一番、まあ、ベスト、900超えではベストな割合なんで、はい、だからリスニングですね、圧倒的に。今までリスニングの勉強はどうやって、いやもう変わってないです、ずっともう聞き流ししかやってないの。聞き流しというかとりあえずスクリプトの文章はもう頭の中に全部入れといて、内容も入れといて、うん、流し聞きというか、あで、あれこれ聞こえないなって思ったのが見たらスクリプトを見て、うん、あーなるほどこうやって言ってたんだっていうのを見て何回も繰り返す、うんうんうん、解き方の勉強は正直解き方やってます。いやそっちが大事ですよ、聞けるのはもちろん大前提ですけどトイックは解き方知らないと聞けるだけではやっぱ解けないんで、だ先読みのやつとか、はい、ああそうです、全然そういう発想を先読みしてない、そもそも先に質問選択肢読む、あそれは見てます。あやってるんだ、はい、その時のポイントとかさ、どういうことをするポイントとかただ見てるだけですね。そうだ、それじゃ意味がないわけでちゃんとどこに注目するとか、はい、頭で場面を思い浮かべるとか、はい、やってないと思うんですよ、選択肢見てる時に。なるほど、選択肢の見方で同じ共通部分は無視するとか。なるほど、やってますかあとは設問のパターン覚えてなきゃダメですからね。ああなるほど、設問なんて決まってるから、あこう来たらこう来るみたいな。えこう来たらじゃなくて、もう設問って同じ文言ばっかり。あ、はい、なるほど、だからもう知ってなきゃいけないわけです。あなるほど、はい、でそれによって何するかも違ってくるんで、はい、あ全体のこと聞いてるやつだから、はい、一生懸命選択肢暗記しなくても大丈夫だとか、あこれ細かい情報だから、はい、もう聞き逃したら絶対ダメだとか、はい、それ設問見て判断しなきゃいけないので、はい、そういうのもやらないといけません。でパート2も同じパターンいっぱいありますから、はい、そこの訓練をしないといけないと思います。基本公式教材でやっていく派なの。公式とその生成模試だけですね今のところは。なるほどね、はい、だ公式リスニングとかもありますから、公式でやるんだったらね、はい、それにいろいろな、ね、特急シリーズだったりなんだりで、はい、リスニングの参考書いっぱいあるので、はい、そこをまず見てもらってっていう感じだと思います。800いかなかったか。いやちょっとびっくりですね。びっくりなんていやリスニング、うん、パート C4 がやっぱこんだけ落としてるってことは、はい、解き方ができてないと思うんですね、はい、公式をこう使い倒すっていうのはいいんですけど、はい、それだけではやっぱりなかなか倒せないので、はい、っていうのは、まあ、公式はね Q も出てますんで、はいはい、こちらで練習してもらえばいいかなと思うんですが、練習はね、はい、わかりました。あとはパート5が微妙にやっぱねまだ落としてるんで、あただ速度だね、さっき言ったけど50しか余ってないって言ってたから、はい、リーディング入ってる時点で、はい、その時点で負けた
だからもうそれ最後まで終わらないっていう意味だから、はい、理想は何分ぐらい残し、何秒何分とか、それ覚えてるとか知ってますか？パート5ってどれぐらいで解く、だから それじゃ意味がない。まあ20秒30秒ぐらいで解けたらいいかな。そうそうそう、ってことは計算すると、まあ600秒なんで10分。はい、そうです、正解。10分で、あ、10分が理想ってことですか？10分以内には終わらせないといけない。あ、はい、いや絶対終わってないんですね。でしょ、はい、でパート6は今度10分ぐらいですか？10分何もありますか？じゃあまず16もあります。はい、16もあって、はい、でそしてそれぞれ何秒平均でって言われます？20から30ってことですか？30秒ですね。30秒だから488分、だから18分ですね、合計で56で。なるほど、じゃあ57分を残す。そういうことです。はい、じゃあ全然時間足りてない。だからもう7分負けてる時点でもう終わらないです。そういう戦略ですね。もちろん1問1問20秒とか1問1問30秒じゃないですかね、平均ですからね、はい、なんでそうです。だから10分でパート5は倒すっていうのを考えて、はい、そしてパート6も8分で、はい、10分かけないように、はい、10分かかっちゃう人が多いんですけど、結局はそれができるようにしておくのが大事です。だからここのアビメでね、正確性だけでは分かんないので、これだけ取れてるから大丈夫だと思ってる人ですね、実はダメだよそれじゃって人いっぱいいますので、はい、ということで、はい、トイックの勉強これからまた、はい、頑張ってやってもらおうと思いますので、はい、はい、あんま自分も時間ないので、ちょっと時間ないの？4月から復学するので。ああ、そっか、はい、今休学中なんですよ。あ、目がって言ってました、ね、あ、そうです、目の病気で休学中で、うん、動画編集で暮らしてるみたいです、ね、はい、一応今そうですね、今暮らしてます、はい、それで生活できてるの？動画編集、あ、一応はい、できます、はい、なるほど、という感じで、では応援してあげてください。はい、お願いします。次回はいつ受けますか？12月もうずっと受けようかなと思っていて、はいはい、3月まで毎月受けます。じゃあ頑張っていってください。はい、以上、ありがとうございました。ありがとうございました。